ウィリアム・ルブルックは、フランスのフランシスコ海修道士。読みは、ギヨームリブリキとも。1253年に、フランス国王イ9世の命を受けて、モンゴル帝国に派遣された。翌年モンゴル帝国のトカラコルムを訪れ、モンケハンに越見した。その時の見聞に基づき、モンゴル、中央アジア各地の地理、風俗、宗教、言語などを伝える貴重な旅行記、 東方諸国旅行記を書き残した。皇帝図ルブルックは1253年にコンスタンティノープルを立ち、南ロシアから草原の道を経て、翌1254年にカラコルムに到着し、モンケハンへの越権を果たした。ルブルックが類級世から託された使命は十字軍への協力要請とキリスト教の布教であった。これについては以下のような逸話が残っている。 1248年、キプロス島に上陸した十字軍のもとに、モンゴル軍司令官イルチガ隊からの使者がやってきた。熱心なネストリウス派信者であったイルチガ隊は、協力して、聖地を奪還せんとルイ九世に提案したのである。この話に惹かれた、ルイ九世は、グリュクハン藩宛てに、返答の使者を派遣し、ルイ九世はさらに、ルブルックを派遣した。ルブルックと会見したモンケは、 イルチガタイの使者の正当性を否定し、モンゴルによる世界制覇の野望を伝えたというものである。しかし実際にはこの逸話の使者は、ルブルックではなく、ドミニコ海修道士アンドルーである。アンドルー修道士は、1249年にアンドルータ総勢7名で出発したが、グユクがすでに死去していたため、グユク妃であるオグルガイミシュに、 バルハシコ南東イミルカハンで越剣市1251年に帰国した。施設はオグルガイメシュの編書を携えて帰国した。その編書には同盟どころか功能を条件とした和平が皇妃者に記載されていて、類旧世を失望させたというものである。ルブルックの派遣は十字軍の協力要請ではなく、バトゥの息子サルタクがキリスト教徒である噂が広まっていたことと、 モンゴルから帰国したカルピニがパリでルイ9世に面会した際、ルブルックも同席していて、ルブルック自身がモンゴルへの不況に興味を持ったことにある。そこでルイ9世はサルタクへ書簡を送ることとし、施設にルブルックを派遣した。ルブルックはクレモナのバーソロミュー修道士、聖職者ゴッセと通訳アブドゥッターと共に1252年出発した。サルタクは ルイ9の書簡を読み、バトゥの判断を仰ぐ必要があるとして、バトゥと面会するように指示した。ルブルックがバトゥと面会すると、バトゥはケアセに面会するよう指示した。このように、ルブルックの旅行は最初は、カルピニ同様、カラコルムが目的地ではなかった。また、サルタクへ書簡を届けることが第一の目的であり、その後の滞在や帰国については、 ルブルック自身明確な意識はなかった可能性がある。ルブルックの記録では、門家が所簡を持って帰国を命じたとき、私どもの務めは神の身胸のままに生きるよう人々に教えることであります。私どもがこの地方に参りましたのは一重にことためで、もし陛下のお許しが得られましたなら、喜んでここに留まるつもりでございましたと答えており、またカラコルム滞在中にチベット仏教徒と,と、 進学論争を行っている。ルブルックはカルビニのような施設ではなく、後年のモンテコルビーノや踊り子に連なる異教の地における伝道者に分類できる。ルブルックは東方諸国旅行期において彼らの住む家は円形の細い棒で作った上部が木枠でできているものである。ゲルのプレースに白いフェルトを用いる。 大部分のフェルトは、白木や白土と粉末にした骨を混ぜて再色して、あるので、フェルトが極再色をしている。こうした住居は、非常に大きいもので、幅が30フィートにまで達するものもある。私は、車輪の直径を測ったことがあったが、その幅は20フィートあって、ゲルを積んで車を引く牛を数えると、1列に11頭で、それが2列からなっていたと。 当時のゲルに言及している。ルブルックの約10年前にモンゴルに派遣された強行施設プラノカルピニが記載したのは報告書であって旅行期ではなく旅行期に該当するのは最後の大旧省だけでありカスピ海、アラル海、国海、アゾフ海を同一と認識するなど2世紀のプトレマヨスよりも地理認識は後退している。 これに対しルブルックの著述は半分近くを予定が占め、カスピ海や国海の認識は正確である。モンゴルの風俗、習慣に触れているのは、全39章のうち7章に過ぎず、カルビニの報告書と比べると非常に対照的な内容となっている。また、後年のマルコポーロや、修道士踊り子の旅行記のような議談もほとんどない。ありがとうございます。